大ニュースですそこでお伝えします今までお話しさせていただいてきた給金それから補助金についてそれぞれについて実現の可能性というものが高まってまいりましたのでそれについてお話しさせていただきたいというふうに思います今日は今までお話しさせていただいてきた3つの給金補助金についてそれぞれ可能性の まあ動きがありままししたたのでそれにについいいいてお話したいという,ふうに思います昨日衆議院選挙を受けて、まあ、その結果を受けてですね石破首相が会見を行いました衆議院選挙の結果を受けての会見を行いましたその中で今までお話しさせていただいてきた給付金あるいは補助金あるいは新たな給付金の可能性というところについてもそれぞれ、まあ、この衆議院の結果を受けてどのような結果になりそうかというところについて詳しく ま,あまたぎゅっとお話しさせていただきたいというふうに思います。まあ、この全国民一律の給付金、これは補助金ですね、補助金、あるいは低所得者に向けての給付金、あるいはそれ以外の課税している世帯への給付金の可能性が、まあ、激圧の今までお話しさせていただいてきたその展開にまさになってますので、その可能性についてもお話しさせていただきたいと思います。で今日この動画をご覧になってていいいただいている方は 個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金に関しての新しい情報が出たらすぐに知りたいという方、あるいは給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請をしてできるだけ早く給付をされたいと思っていらっしゃる方、あるいは給付金の給付、確実に完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関しての新しい情報が出ましたら、このようにすぐに動画でお話しさせていただいてますので、新しい給付金の情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。 新しい給金の情報が出たときにチャンネル登録をしておいていただくとすぐに見ていただくことができるようになります。早速いきたいと思います。昨日、石破さんがこの衆議院選挙の結果を踏まえて記者会見を行いました。自民党が国民の理解を得れていないというところについてこの衆議院選挙の結果については通恨の極みだというふうなお話をされていたんですけれども、それ以外、 今後どのようにやっていくかというところについてもいろいろとお話をされていたので、まあ、それについてお話しさせていただきたいというふうに思います。でこの自民党は過半数を割ってしまったというところにあるので、えー、基本的には自民党公明党自民党公明党のつまり与党で過半数を割ってしまったので、まあ、この2つの政党今までの与党というところだけでは少数与党になってしまったので。 この2つの政党だけではいろんな法案とかまあいろんな政策というところがまあ必ずすぐに通過するというふうなことではなくなってきましたとただまあ今までも動画でお話しさせていただいてきたように自民党公明党で大敗をするんだけども過半数をまあ少し割るということで第3党が一緒になってその政策を実現あるいはまあそういった予算を成立させていくと。 いうふうなことがありえるというふうなお話をさせていただいてきましたけれどもまさにその展開になってきましたということで、まあ、冒頭にもお話ししましたようなこの3つの給付金補助金については可能性はどうかというところをぎゅっとお話しさせていただきたいと思います。まず一番最初に昨日この石破首相がその石が衆議院選挙の結果をを受けたた会見でもお話をされていた、えー、低所得者 いわゆるまあそういった収入が少なくて暮らしがえー苦しいという風な方向けの給付金というところで低所得者向けの給付金というところはこの補正予算で成立させる経済対策でなんとか実施させたいという風なことをまあ言っていました。なのでまあ例えばこういった低所得世帯まああの 選挙期間中は公明党は年金世帯に対しても言ってましたけどもいわゆる年金世帯低所得世帯への給付金ということでまあ公明党は金額までも明言してましたつまり10万円ということですねこの年明け10万円かいつからということでお話をさせていただいてきた年金世帯低所得世帯への給付金ということでまあおそらく年明けぐらいからえ去年と同じようにですねまあ10万円を給付すると。 ということで、まあ、おそらく、まあ、計画しているだろうとでそれについて、えー、この国民民主党の協力を得ていく、おそらく方針になるというところですね。で、これは何かというと、まあ、自民党、公明党で、えー、過半数を割ってしまってますので、えー、首相指名の、えー、例えば、えー、選,挙にか選挙というか、首相指名の投票に関しても、まあ、これは、えー、この2党、だけ自民党、公明党だけでは、 石破首相というふうにすんなりと決まらないので石破首相がまた首相になるためにですね自民党公明党に加えて国民民主党にも協力を求めていく方針だということが分かりましたで協力を求めていく首相指名の投票に対して協力を求めていくということは当然国民民主党の政策も飲むということになってくると思いますで国民民主党のまあ え政策を飲んでいくというところで、その代わりまあ首相としてえい続けると、政権をえそのまま維持し続けるというところと、加えて、そういったえ国民民主党のそういった政策を少し飲んでいくというところですね、それによって自民党、公明党がえお話しされていた年金世帯、低所得世帯への給付金というところは、まず実現に向けて動いていくということがえ分かりました。昨日記者会見でも まあ、名言をししていましたので、まあ、この年金世帯低所得世帯の給付金ということは、まあ、おそらく年明けぐらいから、えー、10万円が給付という形にとにかく今向かっていきたいというふうなことで考えているということが分かりました、まあ、おそらくこの給付金は前に進んでいくというふうな形になりますでそれと引き換えにといってはあれですけれども国民民主党の、まあ、考えている政策の中でこういったガス代電気代、まあ、こういったところに対しての えー、値下げとかですねそういったことを、まあ、国民民主党は謳ってますのでおそらくこのガス代電気代ガソリン代の、まあ、補助金の延長であるのかあるいはまあガス代電気代ガソリン代のこの値下げなのかそこは定かではありませんがいずれにしてもガス代電気代ガソリン代というところに関しては、まあ、おそらく年明けからもこういった、えーまあ、補助金になるのかあるいはまあ えー、値下げになるのかちょっとそこは、まあえー、税金の括りを変えてですね値下げになるかちょっとそこは定かじゃないんですけどもいずれにしても全国民一律で、まあ、給付というか、えー、補助金が、まあ、全国民一律で対象になるこういった電気代,ガ,ソリン、えー、電気代ガス代ガソリン代というところに対する、まあ、値下げあるいは補助金というところはこれはまあ実証される可能性が 高いといとうことですねこれはまあ自民党公明党についてももともとお話をされてきましたし国民民主党としてもまあやりたい政策に入っているので、まあ、こういったところに対するまあ補助金、えー、あるいは値下げということに関しても実現してくる可能性がおそらく高そうだというところですね。でここまでお話しさせていただいてきたのは、まあ、今、えー、例えば昨日の記者会見でも石破市長の記者会見でもお話になったこういった、えー、低所得世帯への給付金。 あるいはこういった電気代ガソリン代に、えー、ガス代のこの補助金あるいは、えー、税金の値下げというところですねそういったことの実現というものはお話しされていますがまだここであまり話題に上がっていない一般的な課税をしている世帯全国民10万円給付特別定額給付金の2回目はということで今までこのチャンネルでもずっとお話しさせていただいてきましたけれどもまさに このチャンネルでずっとお話しさせていただいてきた展開に今なりつつありますと自民党公明党で過半数を終わりますただ国民民主党が一緒になることでこの特別性学級寄の2回目のような全国民に対して10万円寄付するというところについて実現する可能性がありますというストーリーこれもずっとお話しさせていただいてきましたけどもまさにその展開になっていると。 いうことでそれについても最後少しお話しさせていただきたいというふうに思いますまさにずっとお話しさせていただいてきた展開にその通りになってきましたというふうな状況です自民党公明党がまあ大敗をして過半数を割るんだけれどもまあ大きく政権を失ってしまうというところまでひっくり返るということではなく まあ野党の大連立政権というところがまあ成立するというところまではいかず自民党公明党でまあ過半数を割りますと自民党大敗で過半数割れそして第三党が連立入りして実現全国民10万円給付というふうなところですで第三党は何かというと国民民主党ですというふうなお話をずっとさせていただいてきましたで連立入りというところに対しては 国民民主党はは連立にはなりませんと与党に入るということはありませんということは今のところ言っていますと与党に入って自民党公明党と一緒になるということはありませんと政策ごとに是々非々でやりますとつまりその政策については賛成あるいはこの政策については反対ということで与党に入って で与党が掲げる政策については全部通っていくあるいは、えー、野,党との野党の政策が全部通らないということではなくて政策について、まあ、それぞれ賛成反対というふうな立場を取ることで、まあ、その与党だから通る野党だから通らないということではなくて政策ごとに賛成をしていく、えー、そして通していくというふうなことをやっていくんだというふうなお話をされてきました。 なので、まあ、第三党が連立して実現ということではなくて、例えば補正予算に賛成をしますと、その代わり国民民主党の掲げる政策にも同意をしてくださいといったような形ですとか、まあ、政策ごとに自民党、公明党と話をしていくというふうな形におそらくなってくるというところですね。で、ずっとお話させていただいてきた、この特別定額給付金。 これはもうコロナ禍にあった全国民に対して1人10万円を給付しますといったような給付金のことです。でその2回目っていうのは何かっていうとまあコロナ禍よりも今国民生活が苦しいというふうな実感がまあ国民にありますととにかく国民生活が苦しいとまあそれは物価が上がって給料は上がってないっていうふうな現実があるからです。でその結果まあ国民生活はめちゃくちゃ苦しいんで特別定額給付金の2回目のようなものをやってくれというふうな話が上がっている国民から上がっていると。 ということで,す、ね、で、すねこのコロナ禍は例えばレストランとか、あるいは交通に関するお仕事、あるいは旅行に関するお仕事、まあ、こういったものは外出制限ありましたので、非常に苦しいというものがあったと思います、ただ、我々一般的な国民に関しては、まあ、コロナ禍よりも先ほど言ったように、今の方が物価が上がって、給料あんまり上がってないんで、苦しいよというふうな現状があります。なんで、まあ、コロナ禍に全国民1人10万円出したんだから、今こそまあ1人10万円出してくれよというふうな声が。 あるとということですただ今まではこの国民1人当たり10万円給付ということを謳ってきた政党は国民民主党あるいは令和新選組でしたと国民民主党はインフレ手当ということで、まあ、全国民1人当たり10万円給付あるいは令和新選組っていうのは春夏,秋冬春夏秋冬でそれぞれの四半期ごとに10万円年間で40万円給付してくれというふうなことを言っています。でその財源もありまますという,ふうに話ししてきましたただ 野党にとどまってきたとというところはありますただ今回の選挙で国民民主党が28議席ということで大幅に議席を伸ばした、まあ、今の7議席からですねなんと4倍の28議席になったというところとあるいはれいわ新選組も3議席から9議席ということで躍進をしましたので、まあ、それぞれのシナリオを実現していく可能性もあるんじゃないかというふうなところです実際に自民党が大敗して過半数割れしました。 まあこんなストーリーがあればなということでお話しさせていただいてきましたがなんとこれが実現に近づいていきましたそして国民民主党の掲げる政策インフレ手当、まあ、ということで全国民1人当たり10万円給付、まあ、特別定額給付金の2回目のような給付金ですよねあるいは消費税減税を謳っていくんだというふうなことを、まあ、国民民主党は政策の柱にしてました国民民主党の本部にですね選挙の前に まあこういった国民民主党が与党と一緒になるあるいは自民党公明党で大敗をしてこういった国民民主党が与党入りということも可能性としてあるんじゃないですかというふうなお話しましたその場合自民党公明党で大きく議席を減らすんで国民民主党が大きく議席をもし伸ばして第三党と,として一緒になれば国民民主党の代表玉木さんが首相に押されるっていう可能性もあるんじゃないですかお話しましたでその場合 国民民主党の掲げる10万円給付あるいは消費税減税ちゃんと提案していきますか、まあ、与党に入った瞬間あるいは第3党としていろんな政策について協議していった瞬間予算に鑑みてやりませんということでは困りますよちゃんとこういった展開になった場合はこの、まあ、党の政策として今まで推してきた10万円給付消費税減税やっていきますかということで国民民主党の本部に聞いたところ、まあ、当然やっていきますと党の基本政策は変わらないと。 まあ衆議院選挙に向けて細かいことは今話し合っているところということでお話がありました実際に自民党がまあこの今回の衆議院選挙で大きく議席を減らしそして公明党は裏金全く関係ないんでそんなに減らさないと思っていたんですがまあやはり与党ということでまあ矛先が向いたということで公明党は全く裏金関係ないんですけれどもまあ自民党と合わせて大きく議席を減らしたと。 いうところですね。その結果、自民党、公明党、つまり与党で、まあ過半数を割ってきたというふうな形になりました。そして、まあ、まさに今までずっとお話させていただいてきた展開が現実になっているんですけれども、その結果、国民民主党が一緒になって、まあ政策を実現するっていうふうなシナリオが見えてきました。まさにここから国民民主党が掲げてきた政策について、まあ、自民党、公明党をはじめとするいわよってことですねに。 まあこういった国民民主党の政策を飲んでいただいて、まあ、その代わり予算に賛成しますとかいう駆け引きを、まあ、あの取引をすることで、まあ、実現する可能性が出てきたということですね。で国民民主党が今回のこの衆議院選挙の中で、まあ、選挙に向けてこういったことをやっていきますっていうふうに掲げた政策の中に、えーまあ、その国民民主党のホームページになったんですけれどもこの今回の衆議院選挙に向けての、まあえー、我々国民民主党の えー、あ政策ですということで36ページにわたる PDF ファイルの、えー、そういった政策国民民主党が掲げる政策というふうな資料があったんですけどもその36ページ端から端まで読み込んだんですけどなんと「10万円寄付」っていうふうな言葉がどこにもなかったと「あれ国民民主党の政策からなくなったんですか?え」え嘘でしょと思って国民民主党の本部にもう一回聞いてみました。あれ この36ページ読み込んだんですけれども、この政策の中に10万円給付っていうふうなキーワードが一個もないです。どこにもないんですけれども、なくなったんですかっていうことで聞いたところ、いやいや、政策からなくなったっていうことではないと。今回の選挙では掲げていないだけで、国民民主党の政策として残ってますっていうことで、まあ、お話をいただきましたので、あ,あ、よかったねと。いやいや、これ、あの、適当に言っていただけないことですよと。あの、国民民主党の政策として、もしなくなったっていうことであれば、それなくなったって言ってくださいと。 大事なこの質問ですよっていうふうにお話ししたんですけどもいやいやあのちゃんと政策として残ってますというお話でしたのであ良よかったですということでお話があった通り、まりもし国民民主党がこういった政策を実現できるようなシナリオになったとしてもちゃんと押していきますというところとまあその政策にもきちんと残っていますというふうなお話ですのでまあ今フォーカスされていますのはえ最初に申し上げた 低所得者向けの給付金とあるいは全国民一律での補助金ということで電気代ガス代ガソリン代に対する補助金ですとかあるいはこの税金の値下げというところですけれどもそれ以外にも国民民主党がずっと前から掲げてきた政策の中にインフレ手当で給付10万円というものと消費税減税というものがあります。なのででここで 自民党公明党と一緒になる、まあ、第三党にならなくても政策協議をして賛成する反対するっていうのを是々非々でやりますっていうふうにお話しされているのでまあ玉城さんとまあそこまでまあ是々非でやりますというふうにお話しされてるんであればぜひもともとお話しされてきた全国民自立の10万円給付あるいは消費税減税というのもまさにこのシナリオになってきたんでぜひやっていただきたいと。 いうふうに思っててます我々その課税している世帯一般的な課,課税している世帯に対しての給付金というのは、まあ、コロナ禍以後ありませんというところですね、こういったガソリン代、電気代についての補助金はありますけれども、えー、全国民一律で給付される給付金というのは、えー、しばらくないといったような状況です。国民生活はやっぱり苦しい、まあ、先ほども言ったように物価が上がって給料が上がってないというところがありますので、やっぱり苦しいところがありますので、ぜひそういった給付金、実現していただきたいなというふうに思ってます。 で今日お話しさせていただいてきた3つの給付金、補助金というところについても新しい動きがありましたらまたお話しさせていただきたいというふうに思います今日この動画をご覧になっていただいている方は個人の方でご覧になっていただいている方が本当に多いと思いますで新しい給付金の情報が出たらすぐに知りたいという方あるいは給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請をしてできるだけ早く給付をされたいというふうに思っている方 あるいは給付金の給付確実に完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います新しい給付金の情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただきますので新しい給付金の情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録していただければと思いますチャンネル登録しておいていただくと新しい給付金の情報が出たときにすぐにご覧になっていただけるようになりますそれからこういった給付金補助金に関しての動画、まあ、相変わらず本当にたくさんの方にご覧になっていただいてますありがとうございますで たくさん皆様にご覧になっていただいているということは政治家の方もご覧になっていただいているパターンがめちゃくちゃ多いと思いますで我々の声を少しでも届けてこういった給金補助金ぜひ実現に近づけていきたいというふうに本当に思ってますなのでこの感想をですねこのコメント欄に一言でも構いません賛成反対の一言でもぜひともですね入れていただいて我々がずっとお話しさせていただいてきている給金補助金ぜひ実現に近づけていきたいというふうに思ってます ぜひそういったコメントでですね本当に一言だけでもご意見入れていただければというふうに思います今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました昨日の衆議院の結果を受けたまあ、石破首相の記者会見というものがありましたのでそこでお話しさせていただきましたまた新しい動きがありましたらすぐに動画でお話しさせていただきたいと思います今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました